Hello, I know why you clicked on this video and you know why you clicked on this video. You want to be a fluent in English and want to be a bilingual, right? That's perfect because I can help you with that in this video and I'm very excited to share the way that I became a bilingual in Japan with you. 皆さんこんにちは、林です。今回の動画では英語初心者が日本で英語ペラペラのバイリンガルになるための当時私が実践した具体的な学習方法を動画にしました。それに加えて、学習方法をせっかく知っても継続できなければ意味がないので継続のコツまで最後にお伝えします。とは言ったものの、この人の話は聞く価値があるのかなと思われる方も多いと思うので、まずはじめに簡単に私の英語学習にまつわる歴史を紹介します。なのでまだ他の動画に行かないでください。私は日本生まれ日本育ちで、当時英語力ゼロだった大学2年生の終わりから英語学習を本格的に始めました。その後 TOEFL IBT 試験で90点を取って、24歳の時にオーストラリアの大学院に進学しました。その2年後に大学院を卒業して、卒業と同時にオーストラリアの現地企業に就職しました。で、現在は英会話講師としても活動させていただいていて、日常生活で常に英語を使用する生活を送っています。当時大学2年の終わりに本格的に英語学習を開始しちゃっていましたが、その時の英語力は本当にゼロで、どのぐらいゼロだったかというと、大学センター試験の英語の点数が80点で、そこから大学2年の終わりまで一切英語の勉強していませんでした。さらに言うと、本格的に英語学習を始めた当時は、その3人称単数の S をどの場合につけるかも曖昧だったので、中学1年生の英文法から復習を開始したレベルです。もしかしたら、この動画を見てくれてる方の中にも当時の私と同じような英語レベルの方がいるかなと思ってます。でも大丈夫です。私の場合は大学2年の終わりのあるきっかけを機に、急に英語に興味を持って英語学習を開始して継続して、でオーストラリアに行くだいぶ前にバイリンガルになることができました。この動画では当時の私のように英語力にはまだ全然自信がないけど、頑張って英語を習得したいなという方に向けて、私が日本でバイリンガルになりに至った学習方法と、その学習の継続方法を気持ちを込めてお伝えするので、ぜひ最後まで見てください。この動画でのバイリンガルの定義は、自分の気持ちや考えを日本語で話すのと同じレベルで英語で表現できる、話せる状態とします。それではやってみましょう。じゃあまずバイリンガルになるためには、実用的な英語基礎力を身につけることが最重要、鍵になります。逆にこれさえ身につけてしまえば、日常会話に困らない英語力を身につけることができてバイリンガルになれます。なのでまずは実用的な英語基礎力を身につけるための3つの学習方法を紹介します。それがこちらです。単語帳、文法書で語彙力、基礎文法力を身につける。海外の英語 YouTube 動画から実際に使用される英語を大量にインプットする。英会話、独り言を活用して大量にアウトプットをする。ここからこの3つの学習方法に関して簡単に説明していきますが、その前に1つだけ覚えておいてほしいことがあります。それはインプット、アウトプットが英語力向上の鉄則ということです。インプットは英語の情報を頭に入れるトレーニングです。で、アウトプットはその覚えた情報を実際に使用するトレーニングです。なので、話したり書いたりがアウトプットにあたります。このインプットとアウトプットを日々継続することで英語力が必ず向上します。で、これがバイリンガルを目指す上でも鉄則になるので覚えておいてください。まず1つ目の学習方法は、単語帳と基礎文法書を活用して語彙力、基礎文法力を身につけるです。で、この語彙力、基礎文法力を身につけずにがむしゃらに英語学習を進めるのは本当に時間の無駄で非効率の極みです。まず語彙力が低く、単語の意味がわからないと、いくつかの単語からなる英語の文章を理解することはもちろんできません。逆に単語の意味や発音を知っているだけで、英語の文章の全体の意味は正確に分からなくても、ある程度英語を理解できるようになります。ただ語彙力があるだけではダメです。語彙力に加えて基礎文法力が必要です。なぜかというと、語彙力を身につけることで単語一つ一つの意味を理解できるようになって、で、基礎文法知識をつけることによって、このいくつかの単語からなる英語の文章の全体としての意味を正確に理解できるようになります。で、そうなると自分で英文を作れるようになります。このように語彙力と基礎文法力は英語力を向上させる上での基礎、バイリンガルになる上でも欠かせない基礎となります。文法が嫌いな方は多いと思うんですけど、私も嫌いです。でも大丈夫です。まず必要なのは基礎文法力のみです。基礎文法が理解できていると、あとは英語を実際に使用する中で応用形は自然と理解して身につきます。語彙力と基礎文法力が英語力の基礎になるので、まずこれを徹底的に固めてしまいましょう。とは言っても、具体的にどんな教材を使用して語彙力、文法力をつけるのか知りたいという方もいると思うので、私のおすすめを紹介します。語彙力をつけるための単語帳としては TOEFL IBT または IELTS の単語帳がおすすめです。で、これはなぜかというと、この2つのテストは実用的な英語力を測るテストなので、この2つの単語帳がおすすめです。で、私が当時使用した単語帳もこの TOEFL IBT の単語帳になります。ビジネスで必要になる語彙数は約8000語と言われているので、
まずはこの TOEFL IBT または IELTS の単語帳を1冊完璧にして、あとは英語学習を進めていく中でわからない単語に出会ったら調べていくので十分です。基礎文法力をつける教材としては、高校1年生の時に配られる基礎文法書または同レベルのものを1冊読み込みましょう。で、文法書の各文法項目を理解しながら読んでいって、で、完全に理解できるまで何回も読み返しましょう。これだけで基礎文法の知識を身につけることができます。2つ目の学習方法は、海外の英語 YouTube 動画から実際に使用される生の英語を大量にインプットするです。日本だと英語環境でないから英語が伸びづらいと言われていますが、そんなことはありません。海外の英語 YouTube 動画を見ることで毎日生の英語を大量にインプットすることができます。自分の好きな分野の動画を見たり、好きなアーティストのインタビュー動画などを見ることによって、最初少し難しくても視聴を続けることができます。また学習1で学んだ単語と基礎文法が動画の中で使われているので、この2つが実際にどのように使用されるのかも知ることができます。それに加えて英語のさまざまなアクセントだったりイントネーションもインプットすることができます。英語動画の理解度も基礎力、文法力が高まるにつれて徐々に高まっていきます。 YouTube 動画以外にも海外ドラマ、海外映画から生の英語をインプットすることもできますが、YouTube 動画の方が携帯で簡単に見れる、かつ動画数も種類も豊富なので、個人的には YouTube の英語動画から英語をインプットするのがおすすめです。3つ目の学習方法は、英会話、独り言を活用して毎日大量に英語をアウトプットするです。インプットした英語知識をアウトプットして実際に使用することで、知識が実際に使える知識として定着するので、結果として実用的な英語力を身につけることができます。そのアウトプットの場として絶対的におすすめなのが英会話またはオンライン英会話です。英会話を活用することで自分の学んだ知識をアウトプットできるだけではなくて、自分の英語が実際に伝わるのかを確認できるし、不自然な表現があれば先生からフィードバックをもらえるので、結果として英語力を高めることができます。これに加えて空き時間に英語で独り言をすることで常に英語をアウトプットし続けることができます。英語学習での独り言は、英語で独り言ということなんですけど、例えば自分が今考えていることだったり、今日の予定を英語にして喋ってみるとか、目に映る全てのものを英語にして喋ってみる、または、YouTube 動画を見たら、その YouTube 動画で気になった表現や、その YouTube 動画の中の人が喋ってる英語を真似して、で、自分も一人で喋ってる。これが独り言です。この独り言は自分一人でいつでも無制限に英語をアウトプットできてしまう手段なので、英会話と合わせてぜひ活用してみてください。まとめると、単語帳、基礎文法書を使って語彙力、基礎文法知識を大量にインプットするのと同時に、海外の英語 YouTube 動画を見て実際に使われる生の英語を大量にインプットします。それと同時に英会話と独り言を駆使して、それらの覚えた知識をアウトプットすることで、インプットした知識が実際に使える実用的な知識として身につくので、結果としてバイリンガルになれます。このレベルにたどり着くためにも、またネイティブやそのインターナショナルなコミュニティで対等にやれたり、ビジネスで使える英語力を身につけるためにも、英語学習を継続できなければ達成はできません。この動画では英語学習のモチベーションを維持する一つの裏技を紹介しているので、見ていただければ英語学習を継続する仕組みを確立していただけると思うので、ぜひこの動画の後に見てみてください。ということで、今回の動画ではバイリンガルになる3つの学習方法とバイリンガルになる仕組みを解説しました。当時英語力がゼロだった私でも、このシンプルな学習方法を継続することでバイリンガルになれたので、誰でもなれます。今回の動画が少しでも参考になったよって方は、いいねボタンで、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。で、今後も英語学習に関する動画をアップしていく予定です。それではまた次の動画でお会いしましょう。